無アクセントとは、日本の方言学上、アクセントの決まりを持たないことを言う。京阪式アクセントや東京式アクセントなどの、U アクセントには、語と語を区別する、弁別的機能がある。しかし、無アクセントでは、弁別的機能を持たず、端と、端、肩と、肩、一語と、一語、廃者と、廃者など、同白同音語を同じアクセントで発音し、区別しない。 多くの場合、すべての語が平板あるいは、語の真ん中がわずかに高くなる音調で発音される。一型アクセントという場合もあるが、この名称は、アクセントのパターンが一定しているものだけを指す学者もいる。都の上司などの一型アクセントでは、分節のまとまりを示す、統合的機能を持つが、無アクセントではこれもなく、区別するため、平板一型アクセントという。 また無型アクセント、崩壊アクセントとも言う、日本語のアクセント分布。白い部分が無アクセント。分布地域は東部、西部の大型こと区画に準じていない。無アクセントは特定のアクセント形式をもたないため、この前後関係から合意判断することが求められる。無アクセントの起源説には、京阪式アクセントをもたらした集団が日本に、 トライする前に分布していた何らかの奇想言語に由来するとする説元来は、U アクセントであったものが変化し、アクセントの型が統合して、区別を失ったとする説とがある。テレビや、ラジオなどで、無アクセントが、特徴的な和者としては、秋竹城、斎藤明、ガッツ石松、つぶやき、四郎、U 字工事、立松和平、高橋愛、曲芸四郎、 磯山さやか、赤プル、松野明美、広志、恵比寿義一、久保光郎、メラ義一、鳥越俊太郎、千葉茂らを挙げることができる。東北南部から関東北部の地域ではすべての単語を平らに発音する傾向があり、熊本では高く発音する位置が自由に動くといった特徴がある。ありがたアクセントとの境界地域では無アクセントと似た揺れが観察され、 このようなアクセントを曖昧アクセントと呼ぶ。無アクセント及び曖昧アクセントでは、ある白、または音節での工程変化が少なく、だんだんと緩やかにピッチが変化することが多いため、区別が難しいことがある。一例として、栃木県では、足利市、佐野市北部に東京式アクセント、佐野市南部に曖昧アクセント、その他地域に、 無アクセントが分布するが、曖昧アクセントの地域では、東京式アクセントに近い地域ほど、曖昧の程度が低く、平板型と小高型が混在しても、発話や内政を繰り返すと、東京式アクセントになることが見られる。宇都宮市を中心とした県内のほとんどは無アクセントだが、若年層の中には、東京式アクセントの知覚を持つものが増えている。ありがとうございます。